はい、こんにちは。相手は緑単色なので、こちらは赤星4単色です。はい、では行きます。アタッカーもいるんで、なんとかこうパズルでもスキルでも相手を倒せたらいいなと思っています。なんとか赤を呼び込みたい、赤を近づけたい、じわじわとじわじわとラタトスクをね、最初、これはラッキーと思ったんですけど、なかなか倒しきれず、これで1体倒せるかな、これで1体倒せるかな、1体倒せたんで、次はアルベリッヒの復活が怖いです。とりあえずラタトスク倒しときましょうか。なんとか盤面に赤を呼び込んで、なんとかなんとかこのパズルでもスキルでも相手を倒す作戦としては、一応成功してますかね。最後アルベリッヒの復活が怖い、アルベリッヒによる復活が怖い。おお、いった。まあまあスカーレットね、最初にスクショ取るぐらい期待してたんですけど、まあしゃあないですね。シェールも2で発動しといて、シリアン当てて、なんとか空打ちを駆使してマナを貯めて、マナを貯めて、なんとか空打ちを駆使してマナを貯めて、マナを貯めて、あと最後はスキルで倒したい、スキルで倒したい。アルベリッヒにマナが溜まってしまった。しゃあないっすね。では、とりあえずカウンター発動しておいて、スカーレット行っちゃったんが辛いですね。アタッカーとして期待してたんで、スカーレット行っちゃったのが、これで誰が復活する？バーティラさんか。一体で済んでよかった。それではフィエンドをはっつけて、2まで溜まってるんで回復しておいて、シリアン当てて、でもってまだアルベリッヒを倒せていないか。はい、それではアルベリッヒを倒せんと倒せんと、今はできるだけ、無駄玉処理もしたい、ここ行っときましょうか。バーティラさんしつこいな、しつこいな。もう一回アルベリ、よし、これで勝ちですね。はい、ありがとうございました。相手は緑単色だったので、こちらは赤星4単色で勝つことができました。はい、ありがとうございました。